方程式のね、文章題についてのお話しさせてもらいます。方程式の利用、文章題、代数形、まあ、よく数字形でね、よく出てくるんですけど、基本的な。文章題は知りたい数、まず何を X って置くかっていうのをよく考えましょう。そうしないとね、できたはいいけど、今出した数字なんだっけとかになっちゃいます。一番オーソドックスなやつからやっていきましょう。ある数の2倍に10を足した数は60だった。ある数って何と。まあ、ある数っていうのを X。これから出そうとしてる謎 X って感じですね。の2倍。のっていうのはよくかけるになりやすいです。のってひらがなはかけるになりやすいです。の2分の1とかはかける2分の1だし、の半分とかもやっぱかける2分の1だし、の3倍。うん、かける3だしね。の2倍に10を足した数、さらに足すぜ、10をした数はって読むハの字は、わって読むハの字はイコールにすごくなりやすいです。60。うん。2x 足す10は60だって x 出しましょう。10を蹴っ飛ばしてこっち50。2x イコール50。x は下に2書いて、こっちも巻き添え食って2くらって、2分の50で約分できて25。ある数は今ある数を x っていう風にしてましたからね。こんな風になってったり。ある数に12を足した数は、その数を3倍した数に等しい。その数って何？ある数とその数って同じことだもんね。ある数に12を足した数、なるほど。ある数 X にプラス12すんのか。した数はって言ってるから、ここでイコール発動します。その数、うん、これもまたもう一回 X ですね。その数を3倍した数。のはないけど、3倍するってことはかける3ってことでいいのかな。その数は。こっち 3X。こっち 12x じゃないよね。x 足す12。で、x 組とただの数字組分けましょう。x を右に蹴っ飛ばす方がいいかな。そしたら 3x-x になって 2x。今度こっち側で x だけにしたいから下に2を書く。下に2を書く。ターゲットの邪魔者を消すからね。今回こっちに x いるから邪魔なのは2なんです。だから下に2を書きました。約分して、6イコール x。あ、x って6なのか。その数って今回6なのかとか。まあ、ちょっと基本的なやつなんですけどね。ここから本格的に文章題始まっていきます。方程式の利用、文章題、買い物系。なんかね、2種類の買い物で合わせて何個買って、だけど、お会計は何円だったよ、みたいな場合。買い物 A の値段。だいたい買い物ってのは、何円かける何個買ったよっていうので、お金の合計って決まるから。例えばね、30円のお菓子を10個買うって言ったら 3×10 じゃん。でも大体こういう時ってまだ他の値段を、他の値段の買い物で、まだ他の個数買うわけなんですよ。買い物1と買い物2とかあるわけなんですよ。A の値段 ×A の個数。また別の B の買い物。B の値段 ×全個数引く A 個数が合計金額。なんのこっちゃ。例えばこういう問題やってみましょう。50円のお菓子と80円のお菓子合わせて10個買いました。お会計710円だった。50円お菓子はいくつ買ったのと。まず50円お菓子をいくつ買ったの、これを聞かれてるから、X。円じゃないよ。今回は50円のお菓子を X 個買うことにします。だからまず50円のお菓子、いくつか買ったみたいなんで、50円かける X 個買うわけですよね。もちろんこれだけで710円にはなってない。だって80円のお菓子も何個か買わなきゃいけないみたいなんで。うん。何個か買わなきゃいけないみたいなんで。だから買い物は50円を X 個買ったよじゃ終わりじゃないんです。さらにって感じですね。50円を X 個買って、さらに今度80円を80円を何個買うんだろう。X 個だと50円とね、80円の個数同じになっちゃうから変えなきゃいけないんですよ。こことここの個数はまた別の個数になるんですよ。でもちょっと待ってくれ。もし、ね、これ50円を1個買った場合は、80円お菓子何個買えるんだろう。きっと子供が10人いるんだ。50円お菓子1個しか買わなかったら、あとこっちで9個買わなきゃいけないよね。だってお菓子10個ないといけないから。9個しかなかったって言ったら1人泣いちゃいますからね。10個買わなきゃいけない。だからもし50円を、50円お菓子を3個買ったら、3個買ったらこれ何個買うんだろう。3個買ったら残り7個。だから7だな。あれちょっと待って、今7って何算で出したんだ？引き算で出したと思うんですよ。10個から50円を何個買ったぜを引いた数が80円のお菓子を買える個数なんですね。
今ここの個数っていうのは引き算を使って出したと思う。50円お菓子1個買ったら何個買えたの ?9 個。50円お菓子3個買ったらこっち何個買えたの ?7 個。今何算で出したの引き算。どんな引き算 ?10 個から、総計のね、10個から、もしここ1なら 10-1 やるし、ここ3だったら 10-3 やるし、ここ X だからここにも X 入れていいことになります。これがだから80円の個数 10-X 個ね、なんか引き算してますけどね。50円をこんだけ買いました。その後80円をこんだけ買いました。そしたらお会計の合計710円でした。まあ、こうやって解いていきましょう。かけるを崩したら、おっと、 50X 足す80かっこ 10-X イコール710。 50X 足す、分配していきます。800-80X は710。プラス800を右サイドに蹴っ飛ばしたら、マイナス90になるのかな。で、こっち側は30、プラス 50X とマイナス 80X でマイナス 30X。あれ、マイナスじゃん。いや、でも大丈夫です。きっと X はこれ。下にマイナス30書くよね。おっと、狭い。マイナス30下に書くよね。そしたらこっちも巻き添え切ってマイナス30くらいますよね。で、マイナス同士の約分。きっと、X イコールプラスの3って出てくる。はい。X は3でした。お菓子は3円。いや、違うぞ。今出したのは50円お菓子いくつ買ったのって話だから3個買いました。じゃあ当然、80円お菓子何個買えたの？子供10人いるからね。50円お菓子3個買ったんだったら、80円お菓子は7個買えたっていう風になります。まあ、聞かれてんのは50円お菓子いくつ買ったのだから3個で OK ではありますけどね。これ引っかかる人多発、方程式の利用、過不足の2つの計算形。こんな配り方したらこんだけ余った。こんだけ配り、でやり直してこんな配り方したらこんだけ足んなかったみたいな。2回実験したけどどっちもぴったりにならなかったぜみたいな、そういう問題のやつです。2回配ろうとしてみたけど、ちょっとどっちもぴったりしっくり来なかった。余ったり足りなかったりしちゃった。そんな時はね、俺この矢印算って呼んでますけど、右にビューンって矢印書いて真ん中にビシって書いて、ここがぴったりだよっていう星を作ります。ぴったりラインつって。そして、ずつっていうひらがなを漏れなく X にしてみてください。なんのこっちゃ。いくつかあるお菓子を子供たちに6個ずつ配ったら2個余った。あ、待ちた。だから、はい、じゃあ全部回収やり直して、7個ずつ配ってったら、あら、ごめん、4個足んなくなっちゃった。はい。お菓子の数は何個？そして子供の人数は何人？どっちも聞かれてます。そんな時はこうやってビヨイーンってね、矢印算って呼んでますけど。ここがぴったりの真ん中のラインです。で、お菓子を配れば配るほど、必要なお菓子の量はこうやって増えていくんですね。うん。で、6個ずつ配ったら2個余った。このずつを X にしてあげてください。6個ずつ配ったら配り終えた時、その配ったお菓子ってこの辺？それともぴったりを超えた？余ったって言ってるから、このお菓子の全部のぴったりには届いてないんですよね。2個余ってるんですよね。ここ。6個ずつ配ったら、この持ってるぴったりのところにはたどり着かなかった。まだだって余裕あるんだもん、2個。このメモリのところが、6ずつなる 6X っていうところ。ぴったりまでいくつずれてたの ?2 個余ってんだよね。だからここからここの隙間は2離れてることになります。6X から2離れてるんですね、このぴったりさんは。じゃあ今度やり直し。今度7個ずつ配った。だから 7X です。7ずつ配ったら4個足んなくなった。はい、7個ずつ、7個ずつ、7個ずつ配ったら、おっと、やばい、持ってる分じゃ足りなかった。だから7個ずつ配るには、持ってる分じゃ足りなかったってことはオーバーしちゃったんですよね。必要な量は。7ずつ配ったらぴったり、持ってるお菓子の量をオーバーしてしまった。超えてしまった。この辺来てしまった。だからここは7ずつ配った 7X。ぴったりとこの7ずつはいくつずれてたのって言ったら4ずれしてますよね。4個ずれてますよね。このメモリかければもうほぼ勝ちです。このぴったりのところがイコールなんだよね。イコールにします。だからここで待ち合わせましょう。6X から進む。あ、こっちが前進。こっち戻る。減るだからね。6X から2増えたこのぴったりの場所は、6X から2増えたこのぴったりの場所は、
7x から4戻った場所と同じ。6x から2進んだその場所はイコール 7x から4戻った場所と同じ。7x から4戻った場所と同じ。で、この図図を x にしてもらってるんですけど、これはね、お菓子の数言ってません。子供の人数、配ってるものや配ってる人数のことを言ってます。で、これ、整えていきますと、マイナス x、こっちマイナス6。x は6。え、何が 6? 子供の人数です。お菓子の個数が6じゃありません。子供の人数は6人。そうか。子供の人数6人なのか。じゃあお菓子の個数は?なんですけど、x が6って分かったってことは、ここ、6×x やっていいんですよね。だから6636ってなります。ここのメモリはリアルな数字で言うと、ここの数字はリアルな数字で言うと6636ってことなんですよ。で、このぴったりっていうのがお菓子の数です。36個違うな。36から2進んだ場所がこのお菓子の数、ぴったりのお菓子の数。36から2進んだその場所は38だな。これがきっとお菓子の数なんです。こっちからでもいいっすよ。7642から、7×6 で7642から4戻った場所。42から4戻った場所。やっぱりそれも38になるもんね。こっちからの計算でも、こっちからの計算でも、やっぱりこのぴったりのところは38になった。これがお菓子の数になります。子供の人数は6人。お菓子の数は38個。っていう風にやっていくんですね。ここで引っかかっちゃいけないのは、足りないから、4個足りなくなった。足りないから引き算だとか、余ったから足し算だとかっていう思い込みをすると、多分次の問題でドツボにはまってしまうんです。何のこっちゃになってしまうんです。X がマイナスになっちゃうんです。足りなくなるとか余るとかそんな日本語に騙されないでください。結局、このぴったりラインのこっち側の方が弱いわけですから、今回何ずつと何ずつあんの ?6 ずつと7ずつがあるんだよね。だから弱い方が 6X、強い方が 7X。弱い方が 6X。強い方が 7x。だからね、こっち側に 7x、こっち側に 6x ってことになっちゃいけないんです。こっち側に弱い方には弱 x を入れて、こっち側には強 x、強い x、強い数字 x を入れてあげてください。余るとか足りないで、プラスマイナス判断しようとすると、罠にはまります。こんなやつ。会費をみんなから集めます。一人500円ずつ集めたら900円足んなくて、600円ずつ集めたら300円余れました。余ったから足すにすりゃいいんだろう。そういう問題じゃないんですよ。今回ね、やっていきましょう。矢印算、ここぴったり。よっしゃ。500円ずつって言ってるから 500x があるよね。それから600ずつって言ってるから 600x っていうのもあるよね。足りなくてってことは、こっちなの?違うんですよ。今回の登場人物は 500x と 600x っていうのがあります。だからこっち側に弱 x、右サイドに強 x。で、足りなくてと、余りましたって反対の言葉だから、この p をね、またいで。こっち側が弱 x、つまり 500x。もっと500円ずつ集めました。そしたらぴったりの値段まで900ずれちゃいました。今度この行き過ぎた強 x、強 x は 600x。で、600x やったら300ずれちゃいました。300ずれちゃいました。これで式作っていきます。ね、500円ずつ集めたら、500円ずつだったら900ずれちゃって、じゃあ調子乗ってやりすぎて600ずつになったら300ずれちったと。余るとか足りないの日本語で足し算引き算を決めないようにしてあげてほしい。500x から、あ、ここがね、イコールのゾーンですからね。500x から900、500x から900進んだその場所は、600x から300戻ったその場所と同じなんだぞと。で、こっち側持ってきたら、マイナス 100x、ただの数字こっち持ってきたら、マイナス 1200。x は、マイナス100を下に書いたらいいっすよね。そしたら、12って数字が綺麗に出てきます。何が?これは配ってる、総数じゃないんですよ。配ってる人数とか、一人当たりの何とかなんですよね。今回12、これ人数のことですね。今回12人います。人数は12人います。じゃあ、会費って本当の会費っていくらなのって言ったら、この P の、このぴったりラインはなんぼなのって言ったら、500×12 やると、6000ってところかな。X が12って分かったから、この X に12を掛け算します。500×12 ってやると、6000ってとこかな。で、
会費は6000円ちゃうな、ここだから。ここから900進んだ場所、6900。これが会費なんじゃねえかな。逆サイドからも攻めていきましょう。600×12 をやると7200。で、7200から300戻ればちゃんと6900になるから、あ、やっぱりね、どっちから考えても、どっちから攻めても、やっぱりこのぴったりラインの回避ってのは6900円だったのかと。で、人数は12人だったのかと。弱 X と強 X をちゃんと、弱 X を左、強 X を右っていう風にやってみてほしいと思うんです。過不足の問題。もうちょい続く方程式の文章題。まずはね、ちょっとこの過不足と買い物のやつをマスターしてほしいなと思います。